ハニューの驚愕の離婚事実。週刊新潮と週刊文春が報じ、家族の抑圧や制約に注目。表情のスーパースターの人間ドラマ。表情での優雅な演技とは裏腹に、フィギュアスケート界のスター、ハニューの人生には驚きの舞台裏が広がっていました。連撃の離婚という出来事が、彼の家族や元妻、そして彼女のバイオリンの旋律と交錯しました。今回は、週刊新潮と、 週刊文春が明かす真相の一端に迫ります。ハブの選択に隠された謎、そして元妻のバイオリニストとしての新たな一歩に焦点を当て、表情のスーパースターと彼の家族にまつわる物語をお届けします。新しいアプローチでの再構成、表情の華やかな一瞬と、その裏に広がる羽生譲るのドラマ、12月27日の週刊新潮と週刊文春が、 彼の離婚に迫る報道を通して、驚きの事実を明らかにしています。ハブの結婚からわずか3ヶ月後の離婚、その舞台裏には何があったのか。元妻、末延真由子さんのバイオリンとハブのスケートが交わる中、彼らの選択に隠されたドラマに迫ります。週刊女性が暴いた素性から、新集団が名前を報道した結婚の舞台裏。そして、離婚の理由としてハブが述べた。 現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いという言葉の真意。彼の家族が描く末延さんとの関係、さらには驚愕の外出禁止とゴミ出し禁止のエピソード、表情での栄光と裏腹な家族の姿勢に、我々は疑問を抱かざるを得ません。週刊新潮の直撃取材、そして週刊文春の後見人的な告発。この記事では、 ハブの家族が末延さんの行動に口出ししていた衝撃的な事実が明らかにされています。なぜ彼らは彼女に対してこれほどの制約を課していたのか。バイオリニストから一般人へと転身した末延さんが辿った苦悩とは。最後に、羽生ゆずが彼女と結婚した理由。彼の家族によって要注意人物たちとされた真相とは何なのか。 未来へ向けて歩みを進める末延さんに、我々は注目せざるを得ません。彼女は一体どのようなアクションを起こすのか。表情で輝く一方で、人間ドラマもまた表情で繰り広げられていたのです。表情の輝かしい瞬間の裏で、フィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦のドラマが繰り広げられています。12月27日、週刊新潮と週刊文春が報じた驚愕の離婚。 公式発表からわずか3ヶ月での出来事に、ネット上は大混乱。一体何が起きたのか。報道によれば、ハブの家族の元妻、末延真由子さんに対し、外出禁止やゴミ出し禁止などの制約を課していたとの衝撃的な事実が浮かび上がっています。彼らの結婚は、今年8月4日に公式 X、旧ツイッターを通して発表されました。相手の素性は謎に包まれ、 ネット上では様々な憶測が飛び交いましたが、週刊女性がその正体を特定。さらに、山口県の地方紙、日刊新集団が末延さんの名前を報じ、事態は一気に表面化しました。しかし、11月17日深夜、ハブは突如として離婚を発表。その理由や経緯については謎に包まれ、ネット上では憶測が飛び交っていました。 新潮は元妻、末延さんへの直撃取材を通じて、離婚の真相を明らかにし、文春は末延さんの後見人的存在の経営者が、結婚生活の詳細を告発。両主は末延さんがハブとその家族の輪に入れなかったと報じ、彼女がハブ家の都合に縛られ、抑圧されていたと伝えています。ハブの食事管理は母親が担当し、深夜の練習にはハブの両親と姉が同行。しかし、 マネジメント会社にはハブの家族が役員として参加しており、その中で唯一末延さんだけが携われていなかったとの報道もあります。元妻末延さんはバイオリニストとしての復帰を果たし、一方で羽生譲るとその家族の行動に疑問の声が上がっています。記事によれば、ハブの家族は末延さんに対して外出禁止を指示し、ゴミの出し方まで制限していたとの驚愕のエピソードが報じられています。 末延さんがハブと結婚するためにバイオリニストを引退し、一般人としての生活を送る中で、彼女は様々な点で抑圧されていたようです。文春の記事には、ハブの家族が末延さんの行動に口出ししていたとされる記述も多数。報道によれば、マスコミへの情報漏えいを防ぐため、外出禁止やゴミ出し禁止だけでなく、他人との連絡を取らないようにも言われていたとのこと。 末延さんが長期を一した生活を送っていたとされ、彼女がハブ家の都合に縛られた状況が浮き彫りになりました。ここまで来ると、そもそもなぜハブは彼女と結婚したのかが不思議に思えてくるとの声も上がっています。末延さんはバイオリニストとしての復帰を果たす一方で、ハブとその家族に対する世間の印象は、要注意人物たちというものが色濃く残ったとされています。 ハブはこれまで報道に対してコメントはしてきましたが、離婚の真意については明言を避けています。表情での輝かしい演技と、その裏に潜む家族のドラマ、羽生ゆずの離婚に関する報道は、驚愕の事実を明らかにしました。結婚からわずか3ヶ月での離婚、そしてその裏にあった家族の制約と抑圧、ハブの家族が末延さんに対して課した外出禁止やゴミ出し禁止などのエピソードに、 多くの人が疑問の声を上げています。一方で、元妻、末信さんはバイオリニストとしての復帰を果たし、彼女がハブ家の都合に縛られた過去と向き合っています。記事では、週刊新調と週刊文春がそれぞれの視点から離婚の真相を伝え、末信さんがハブ一家の輪に入れなかった事実を報じています。ハブの家族の彼女に対して課した制約には驚きと共感の声が広がり、 ハブとその家族に対する印象は一変しました。未来に向けて歩みを進める末延さんの姿勢に注目が集まる中、表情で輝く一方で、彼の人生舞台裏もまた表情で繰り広げられているのです。